今メルカリに招待した人された人に合計4000ポイントで、もう一人誘うとさらに合計4000ポイント、あと一人でデザート代も、わわわわ、今なら2人分合わせて4000ポイント、こんにちは、わわわわ、はい、お願いします。お願いします。お願いします。招待した人、された人、招待した人、した人からね。はい。今メルカリに招待した人、された人に。分かった。分かった。本当です。手柄して回します。はい、言ってもいい。はい、お願いします。じゃあまあこれもこれテストしながらガイドで回しましょう。はい。指で。指で。強く入れてもらったけど、そこまで最初やらないで、今もっと普通か、さっきのなんかちょっともうめっちゃ嫌がってる、今嫌がる感じで相当出したけど、これを持って2人と3人と3人以上になります。ありがとうございました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 。これ、フルチェーンフリーで通ったわけなんです。以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様です。よろしくお願いします。じゃあ言葉で入られます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ひろちゃんにいつもお願いします。回ってるし、キュンからのバッキュン、来たしんよ、来たしんよ。みちょぱさん入られます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。皆さんのチーム監督のじゃあご説明をさせていただきます、はいはい。まあ、メルカリってあんまご存知だと思うんですけど、丸みたいな感じ、まあ、かなりちょっとお得なキャンペーンみたいなのがあるんで、コマーシャルにしようかっていう話がまずベースにあって、はい、ポイントが送られてきたっていうような、そういう画面を見てるって設定です。なんで、うん、されたわわわわーっていうのがあるじゃないですか。一回よろしくお願いします。わわわわー。なんでそんな寒い。小峠さん、ご飯誘って。また横だしいいよ。この後横座るしいいよ。そうだね。極端なし、携帯を今握ってますね。だからこれもさらに合計4000ポイント。あと一人でデザート代も。おー。うーん。あとでーす。臭くないから。小峠さん。寂しかった。寂しかった。高田が思わず…ここです。高田さん、でっかい。クロちゃんだよ。わーわー、やっと仲間になれた。わーわー、こんにちは。わーわー、あー、楽しい。わーわーわー、あ、ずっと好き、ずっとも。わーわー、あー、時間が止まればいいのに。楽しすぎて踊り出しちゃう。カットです。しんどい、しんどい。じゃあ以上をもちまして、小田上さん、みちょぱさん、クロちゃんさん、以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。楽しかった。楽しかった。よかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきました。ありがとうございます。やった。めちゃめちゃ早かったです。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、メルカリさんは実は2回目なんですよね。なんか CM って人生の中で同じところは1回だけなのかなって思ったんですけど、すごい嬉しかったです。2回目もあるんだと思って、すごい嬉しかったですね。
そうですね、今回はもうほぼ友達と一緒に出てるみたいな、まあ、仲いいみちょぱもそうだし、あの毎週一緒になる小峠さんもそうだし、まあ、クロちゃんはたまにしか一緒になんないんですけど、割と仲良しなメンツで CM 撮影ができたので嬉しかったですね。だいたい一人で CM とかやることが多いので、なんかみんなでわちゃわちゃした CM になってると思うので、すごい楽しかったです。感じましたか？まずそれはみちょぱさんから。そうですね、みちょと二人でもないから、なんか友達とこんな普通にラフにやっていいのかなっていうのがすごい印象的でしたね。小峠さんの印象は？印象？小峠さんの印象？小峠さんの印象なんだろうな。でも優しい、そのままですね、優しいです。毎週一緒にお仕事お昼やってるんですけど、本当気さくだし結構何でも喋ったりするので、なんかその優しい微笑み感は出てるんじゃないかなって思います。小峠さんに振るので私がお伺いできればと思ってます。そうですね、あのメルカリさんはまた違う時にお仕事であのご一緒させていただいたというか、違うお仕事ではあのメルカリさんと一緒にやらせていただいたんですけど、今回 CM っていうのは初めてだったので、なんかメルカリの CM ってなんかやっぱすごい人が出てるイメージなので、これに出れると思ったらすごく嬉しいです。そうですね、今回、まあ、メンバーもメンバーで、まあ、だから楽しくできたはできたんですけど、完成がどうなってるのかがちょっと不安もありつつ楽しみもありつつっていう感じですね。じゃあ完成をちょっとみちょぱさんも楽しみにされるとともに、はい、視聴者の皆さんにもちょっと楽しみにしていただきたいっていう。そうですね、はい、ありがとうございます。そうですね、ニコルとは普段からというか、まあ、その10代の時からずっと一緒にやってきて、あの、まあ、CM はもちろ ん、 なんかこういう大きい仕事を2人でしたことがないので、あの、まあ、ファッションショーだったりとか、まあ、雑誌とかはテレビとかはねあっても、だからなんか不思議な気持ちです。嬉しいんですけど、なんかお互いね、やっぱここまで頑張れてるからこそ一緒にできることだなと思いますし、まあ、小峠さんともよくね、あのテレビであの共演させていただいてるので、もう本当にいつも通りでやりやすかったですし、まあ、クロちゃんの方はね、うん、皆さんもう分かってるかと思いますけど、もうすごかったです。今回も撮影のカメラが回ってないとこもそうですし、回ってるとこでもね、あのそのままクロちゃん節といいますか、そのままだったので、うん、まあ、皆さん楽しみにしていただけたらなっていうふうに思います。まさになんか私たちも見ていて、うん、あの今回中の友人を招待すると、はい、ポイントがもらえるっていう内容だったので、うん、皆さんがもうなんか和気あいあいと撮影されてて、はい、まさにぴったりだなっていうふうに拝見しておりました、はい、もうなんかバラエティ番組かなっていう感じの楽しさはありましたね。楽しく拝見させていただきました、はい、ありがとうございます。そうですね、まあまあ、あの、ありがたいですね、まあ、僕はあのメルカリでいろいろ買ったりもしてるんで、うん、まあ、そうやって普段お世話になってる会社の、まあ、CM やらせてもらってのはありがたいですね、うん、ありがとうございます。これあれですよね、これあの結局水曜日のダウンタウンですよね、うん、と思ってるんですよ。まあ、クロちゃんがいるっていうことは、まあ、もう水曜日ですからね、クロちゃんが現場に行くイコール水曜日のダウンタウンですから、まあまあ、あとはもうちょっとどのタイミングでネタバラシされるのかなっていうぐらいですかね。今日はじゃあ最後まで予断を許さない。そうですね、うん、まあ、あとニコルちゃんも一緒にレギュラーしてますし、うん、であと、まあ、みちょぱももう本当現場でよく会うんでね、まあまあ気心知れた仲間たちという感じですかね。はい、じゃあこの後の撮影もお伺いできればと思います。いや、やっぱりめちゃくちゃ嬉しいですね、本当に。やっとクロちゃんがあの世間の人たちにいいイメージになったんだなっていうね、5年頑張ったら出川さんみたいに、ね、裏返るよって言われたのがやっとね認められて、こうやってメルカリさんで使われたって思ってめちゃくちゃ嬉しいです。なんかさっきの撮影皆さんから可愛い可愛いっていう、いやちょっと、ね、モデルさんみたいな。そうですね、なんかモデルさんでもちょっとね、クールビューティーってよりはちょっと可愛らしい感じ、プリティな感じのちょっとやっちゃいましたね。もともとクロちゃんが今芸人やらされてますけど、もともとアイドル志望で、でアイドルになろうと思ったら騙されて芸人になったんで不本意だったんですよ。やっと本当にしたいことができたなと思ったんで満面の笑みでできました。今回のメルカリの城もクロちゃんの本物の姿だと。そうです、今までの仮の姿ですね、はい、騙されて嘘つかされてみたいな感じですね。じゃあ交互期待という感じですね、はい、このメルカリさんの CM から僕は変わります、しっかり変わります。ありがとうございます。はい、でお伺いしたくて、公式はわー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 わ
なので5回です。でなんかあの結構皆さん、はい、なんか1個多くないみたいなお話もあったんですよ。え、1個多くない言ってるけど、いや違うんですよ。あの公式は5回なんですけど、あのちょっとテンションが上がったりとか、あと何ですか、なんとか空気変えようと思って嫌な空気の時にわわわわってやるから、焦ってやるから4回とか3回になるだけで、本当は5回です。じゃ あ, あの落ち着いてる時は今後も注目していくと5回が正解ということになりますかね、はい、そうですね。けど多分テレビとかであのやってるので5回は確かに僕も見たことないですね。じゃ あ, あのもう個人の自由でみんな好きに使ってねっていう感じの、うん、急にフリー素材みたいな感じになってますね。はい、ちょっとメルカリさんの方でも使わせていただこうかなっていうふうに、はい、そうなんです。メルカリさんは何回だと思ってるんですか？4回だ。今回から4回です。はい、4回でした。あ、間違ってました。4回でした。わわわわでした。今回から4回で、4回で、はい、この後もよろしくお願いいたします、はい、4回です。すいません、こっちが間違ってました。ありがとうございます。いただいてもいいですか？ニコルンはあの 前の家の時にあのニコルンが掃除にね番組で来てくれたんで、前の家はニコルンに見せることができたんですけど、今の新しい家、あのリビングと寝室に24時間監視カメラついてるんですけど、新しいお家にはまだ来てもらってないんで、ご招待しようかなと思ってます。じゃあこの後の CM でもしかしたらお誘いの文句を、はい、そうですね、やっぱりね前の家来ていろいろ片付けてくれた時にニコルンなんか可愛いのに優しいしいいなと思ったんで、やっぱり新しい家もね見せてあげないとと思うんでね、来てもらおうと思ってます。 ありがとうございます。あとは小峠さんもいらっしゃいますが、はい、いかがですか？いや、本当ね、このヘアスタイルの人2人呼んじゃダメですよ、本当に。キャラかぶりまくりみたいな。いや、そうなんですよね。だからちょっと大きくしたバージョンと小さくしたバージョンじゃないですから。いや小峠さんにあのちょっとね、嬉しい。僕好きなんですよ、小峠さん優しいから好きなんですけど、けど小峠さんにご飯を誘ってもらったりとか結構してたんですけど、5回連続断ったら誘ってくれなくなったんで、ちょっとね、いや、いろいろこっちも事情があるじゃないですか。なんだけど、もうお前誘っても来ねえから誘わねえってなんか感じで言われたから、今日なんとか雪解けになって、で、しっかり小峠さんとまた仲良くしたいなと思いますね。じゃあ、あのこの後はもういろんな方とコミュニケーション取りながら楽しく撮影も頑張っていただければと思います、はい、そうですね、ちょっとなんかゲームとかやって山手線ゲームとかやりたいですね。ありがとうございます。